橋じゃ、橋があるぞ。そこに町がある、ね、この橋渡るべからずの可能性もそれなりに。猛虎の拠点じゃねえか。何拠点作られてんだよ。どうしたものか。下から行くか正面から行くか。ちょうど交代の時間だったみたいだ。下から行こう。あの見張りちゃんと仕事してやがる。帰る。あったあった。猛虎兵と松明でダメージ。明るくない？あの上にいるな。バンじゃねえよ。ハハハハ。今誰か来たか。隊長がなんかすげえ面白い動きしてんだけど。ほら、隊長はずっとトレーニングをしてるんだね。で、トレーニングをしてるからその動きを見極めると技術レベルが上がりやすい。そういうことかな。結構いるな。隊長はさ、侵入の合図もらってもこっち来ないもんね。松明でダメージを与えろってどうやるんだろう。これか。そういうことね。なんでこんな攻められやすいところに取り出させたんだろうね、こいつら。だって見張り台よりさ、この辺の崖の方が高いんだからさ。無道だ。こいつ、こいつらここまで来て見失ってやがる。松明ダメージなー試してみたいんだけどな。帰っていった。なんかないのかな。交代。行った行った。ひどい。あいつら紙でできてんのかな。警備がガバすぎて楽でいいな。隊長のね、あの技を教えてもらおう。
ダメージないかな。よっしゃこれぞ兵法。兵法逃げるが勝ち。結構しつこい。やっぱり余計なことはしない方がいいかな。一回巻いたね。これとか松明ダメージにできるのかな。これ強いよね、圧倒的。お、隊長いた、隊長いた。お、なるほど、隊長はそんな技の練習をしているのか。うん、私には何もわからないでも見極めたらしいですね。なんかそう光ってるんだよな。まあもう無理だね。3人は諦めて行きますか。じゃあ行くぞ。一騎打ち。やっぱ狙撃が一番楽か。ハハハハ。仲間が撃たれたっていうの。隙だらけだ。バレてないバレてない。ソペラマスティスチュルス一切はんな。ガバケイコサインハルシュドジアクチハルモスオトアスナテルニソムショグノシゴソユマタタマタナタガバだな。おいウドキクチハルヤミチじゃあもうあとボスだけかな。焼いてみる。サンク。何？燃えないだぞこいつ。熱っちゃった。間違えた。全然燃えないよ。さすが隊長だね。隊長は燃えないんだね。あつちゃった。アイテム、アイテム。隊長のくせに。あつちゃった。おい、うどくちゃった。シナモンパクった。Good heart, too!
よし、巻いた。じゃあ、じゃあ、じゃあ、また隊長が練習始めた。この隊長すぐ練習始めんな。仲間を皆殺しにされて敵を見失ったからトレーニングを開始しようっていう、その発想はないよ。視界が大事。やったぞ。お、レベル1上がってるじゃん。何覚えようかな。思ったよりね、丸は自分で押さなきゃいけないってことかな。お、鉄は大事。そろそろ武器を次の強化いけるかもしれない。お、これか。レアアイテム来い。物資16、そういう言うほどレア。隣に普通に置いてるやつが17なんだけど、ね、こんな箱に隠れておいて16なのに、がっかりアイテムだわ。あれ、あー、一気に広がった。イベント始まってなかった。よし、まあこれだね。行くぞこれ。通行所の悲劇、川ぐらいしかもらえないけど、まあまあ行きますか。あと 230m。 じゃあここからは鎧だね。武家の鎧。てっきりね、今ね、クエストこなしてると思ったら全然違うかったっていう。あら、どうも。酒井様。近い近い近い。よし。風は？風がこう、こっちだね。よし、よし、行くぞ。なんかあるか。人口どれくらい減ったんだろうね。あ、また鳥が。さあ、イベントスタート。痛い。足が。早く逃げよう。じきにここは見つかる。もうこれとっちゃ俺らは手負いの鹿か。すべて忌々しい通行証のせいだ。休んだら奪いに行くぞ。待てい。お侍。何があった。猛虎と手を組む秋生殿がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、蛮兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで。秋生殿の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。さあ、
通行所の悲劇。悲劇起きるのか、今から。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。ボロボロになってる。なんということでしょう。みんな重傷じゃねえか。よし。まあ気にしてもしょうがねえ。やるぞ。さっき見つけたよね。来る途中に。あれのことだよね、多分。身をほっぽり出してるうちにパクってくればよかったのに。いるいる。ねえ、俺の馬放置してるもん、そこ。秋宇の荷車だ。猛虎兵、小屋の男らと戦ったのか。矢はいっぱいです。秋宇はおらぬか。調べる。お、始まりそうだね。通行証はないな。もう、罠だ。馬が危険を感じて逃げていった。いたいた。まあバレてねえだろ。バレてるわ。あいつよそ見しながら撃ったのに。あんた、ほらほら、ユニヘが股間から切り上げた。あ、これヒアだ。まあいいや。やけ死んだ。岩に登っただけで見失った。なんというガバ警備。頑張って登ってきた。来たー。やった。小屋の男らが狙いか。知らせてやらねば。おいでおいで。走った方が早いわ。そこで待機。遅くっ。そうだろ。俺が時間をかけて戦ったばかりに。悲劇だ。通行証を持った秋野を助けてください。実は弟なんです。なんだと。通行証を奪おうとしたのも全て家名のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。お願いします。うう、割と兵は後を残しておるはずだ。死ぬ直前の目、なかなかいい目だったけどね。死ぬ男の目には見えなかったけど。身軽すぎだよ、人生。今度こそ、はっ、マジで。覚える意味あったのか、マジでこれ。あった、あっちか。
そうでもなかった。てか近すぎ。次の調べなきゃいけない場所が近すぎて分かんなかった。脇にそれた。走った途端脇にそれられて分かんなくなっちゃった。イノシシ。クマじゃねえ。ごめんね、今構ってる暇ないから多分追ってきてるよね。猛虎兵とぶつけてやりたいね。あ、ここだここだ。あの中だ。多いな。クマをけしかけてやりたいな。よし、行くか。一騎打ち。いっぱいいる。おい、うどん食ったはずじゃ。ここいい場所だな。見つけてから堂々とね。ご苦労さんね。むしむし。ここでこうやってこうやったら燃える。あんま思ったほど地形を使って戦えないもんなんだ。盾持ちいないな。どの世界でもデブは強い。そしてデブはレアドロップ。デブロボ、デブボロット、デブロボット、違う、デブドロップ。おっす、お願いします。助けて、助けて、よこせ。動くな。ありがとうございますお侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は殺されたから。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ、道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他の者は使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてことを。どうすればいい。よし、解釈してやろう。
お、攻めのゴフ、優勢のゴフ。よし、解釈してやろう。まあ殺せませんわね。あ、こんなとこあったんだ。だから一応バレないように潜入することもできるんだね。殺した方が早いじゃん。あんまり報酬がない。こうやって上から行くとか。上なんかねえよ。せっかくのオープンワールドゲームなんだからね、いろんな戦い方してみるのも面白いかもしれない。まあ、政子の殺法で行くのが一番楽だと思う。とりあえず今のでクリアにはなってるね、なってるね。さあ、政子殿のものに行くか、次はやっぱこの辺行きますか。ユナさんのとこ行く？並び順的に行くとこっちが先の方がいいのかな。ちなみにこっちは 1.8 キロ。1.8 キロ。遠いなぁ。ユナさんの方は遠いな。じゃあね、まさことのもっと遠いわ。そうね、この2人のどっちか行くためにちょっとずつ進めながら行こうかな。ということで次の目的地はどっちだ。こっちかな。ここ埋めて、でここ向かおうか。こう行って、もうすぐそこだね。